こちらですね、さっきの色違い、はい、さっきネイビーでこれグレー、グレー、これもね、まあ同じようにちょっとインしないで、僕はちょっとはい、まあこれロングバンド、これうちのデルスルチューン白のパンツ、よくこれと合わせます、はい、まあ、コーディネート、色味なんですけどね、はい、でキャップオールユナイトメント、これオールユナイトメント、オールユナイトメントですね、うん、これ、まあ、新しいキャップで、あのゴルフ場でよくかっこいいのよ、おしゃれですね、うん、まあ、こんな感じです、はい、これ3色目、ね、ブルーグレーっていう色で、はい、分かる、こんな色ブルーグレー、ちょっと薄い、いや、人気あるのさ、珍しい色ですね、あの多分さっきのネイビーのグレーでしょ、このブルーグレーで、これが一番もしかしたら人気あるんじゃないか、結構もうたくさん出てるんだよ、はい、僕もね、これ着るならできれば下はやっぱりこうネイビーですね、あ、ネイビー、うん、これはユナイトメントですか、そう、これもユナイトメントのネイビー、接触レーカーのパンツね、はい、これとこういう風に合わすか、これもショートパンツで、はい、ちょっとボリュームある、まあ、ネイビー系の色、はい、で曲はもうこれもユナイトメントのちょっとジェットキャップのタイプで、こっちはジェットキャップです、そう、もちろん正面でこうかぶるのもいいし、はい、しかも僕はたまにこうやってね、こう後ろかぶり、あ、後ろかぶりです、そう、こんな感じいいです、うん、これ着替えてきます。また新しいちょっとアイテムで、モックネックの、まあ一応シャツタイプ、はい、で最近ねあのゴルフウェアでこのモックのねタイプのウェア結構出てきてて、まあ、それも2つあるんですけども、これね抜群にいいのが、まあ、まずこのねボディネットなんですけども、とりあえずまず僕はいつもこれもう例えば結構これでランデします、もう同じようにちょっとまあこれ他の商品なんですけども、はい、まあ、同系色の色で、うんうん、でちょっとこう細身の膝上のショートパンツと、はい、上ちょっとタイトなんで、はい、こういう感じでね、これ購入してくれたお客さんからも、まあ、よくレビューで書いてくれたけども、もう接触冷感になってて、うん、で結構サラッとしてる、背面がねこれニットなんで、あ、素材違うんですね、でメッシュっていうかね結構通気性良くて、はい、速乾性あって通気性も良くてっていう、はい、結構汗かいてもちょっと風って結構乾くんですぐ、へ、だから機能的にもすごくいいし、はい、このままだと脱げない、あ、もう全然上がらないの、脱ぎづらそう、そう、でも見てまずここにファスナー1本でしょ、あ、首元に、そう、これまず脱ぎ着するときはこれまず開ける、はい、で、見て、こっちもついてる、あ、裾にもついてるんですね、そう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 、これ両方開ければスッと脱いでスッと切れちゃうから、ね、僕いつもあのラウンドで来た時に絶対言われるとどこのって、めちゃかっこいいんだけどもマジで、あ、これうちのなんすよねみたいな感じで、だから結構ね、欲しいって言うと本当に撮れる、実際だってね、完売したっていうかまた今作って新しいの入ってきてね、そうですね、売ってるでしょ、おすすめ。なんか普通の言葉ないけど、これもう基本スタイルじゃない、はい、うん、あのこれがさっきの、まあ、モックタイプの、はい、色違い、さっきネイビーでこれ白、基本こんな感じなんだよゴルフって、なんかそんなイメージですね、はい、あのまずきちんとインして、はい、こういうふうにも使えるから、うん、どうしてもその公式店とかね出る人もいるし、まあ、遊びじゃなくてちょっとした格好しなくてフェルトもきちんとつけて、はい、まあ、これもやっぱりネイビーと合わせた方がいいかな、爽やかですね、うん、ネイビーとこういう、そうそうそう、で白ね結構透けるんだけど、このね、うん、この白だけ裏にもう一枚インナーコートみたいについてるの、ちょっとメッシュついてるのこれ、これ、あ、そう、さっきまではもう直に接触冷感だったんですけど、若干透けちゃうから、はい、この白だけこうやってインナーついてるから、あ、じゃあ透けづらいんですか、そう、うん、ここに1枚もう1枚ついてるから、そうなんですね、そう、うん、ここも全部これスリットも開けるとこういうふうに、あ、本当ですね、うん、
だから他のモデル色はこれ1枚だけなんだけども、はい、これだけこういうふうにメッシュしてもうトントン透け帽子だけ、はい、ホワイトはそこグリーンなんですね、ファスナーの色が。だから先色がさっき聞いてるでしょ。だこういうの結構あんまりないんだよね、うんうん、だからあのおすすめ、うん、はい、最後に、3色目これ黒ブラック、はい、ほんとね黒はね正直ね結構みんな黒着ない、暑いから、うん、あの俺はね結構締まっていいなと思って色がね、うん、だ結構もうオールブラック、オールブラックで、ナイトメント、ナイトメントで、パンツもナイトメント、これだけね、L サイズパンツ、あ、パンツ M です、ね、M ないんだもん、商品だから人気でさ、L サイズがもう完売しちゃってるから、うん、ちょっと今日ごめんなさい、L L L でした、はい、もう少しちょっと細いな、うん、今多分ですよ。だから直射日光当たるとね、確かにねちょっと暑いんだけども、まあ僕は結構こうクロクロできたりとか、まあただねニットだから、うん、速乾性はあるから汗かくからね、うん、でそういう風にまあ